サンドイッチ公爵。最近サンドイッチの世界の風俗が乱れているようなので、一言苦言を呈しておきたい。ご承知のように、サンドイッチはイギリスのサンドイッチ伯爵が考案したものだ。賭け事大好き人間の伯爵がカードゲームをしながら食べられる食事として開発したものだと言われている。片手にカード、片手にサンドイッチ、こうしてサンちゃんは昼となく夜となく賭け事ばかりやっていたのだそうだ。サンドイッチの基本はチートイツである。麻雀でいうところのチートイツ、通称ニコニコ。2個のパンの間にハムやチーズや卵などの具が挟まれてワンセットになっている。だからこそサンちゃんはゲームをしながら手探りでも端からワンセットのサンドイッチをつかみ出すことができたわけだ。ニコニコチートイツ食い、これがサンドイッチの食べ方の基本だ。ところが最近3個ワンセットものが出回ってきたのである。最初僕はこの仕組みがわからず、2個ワンセットをまず食べ、そこから片側のみ具付きの1枚を食べ、釈然とせず空を仰いで探索したりしていた。最近になってある日、目から鱗が落ちるようにして3枚でワンセットだということがわかった。この形式のものはずらりと並んでいるサンドイッチの端からここまでが3枚だからここまでだなといちいち数えて取り出さなければならない。ニコニコチートイツ食いの伝統が破られ、数え食いをしなければならない時代になったのだ。世の中が複雑化してきて、毎日毎日と考えなければならないことはたくさんある。せめてサンドイッチの世界ぐらいはいちいちと考えずに済む世界でありたい。3枚1組化現象とともに小型化現象も顕著である。切手2枚分の大きさのものさえある。これなんかは見た目も貧しいし食べてつまらない。サンドイッチの魅力は切断面の魅力であって、ここのところをじっくり鑑賞しながら食べるところにその美味しさがある。卵の黄色、トマトの赤、ハムの肌色、野菜の緑、チーズのオレンジ、それぞれの色がパンの白さの中で横一線に並んでいる。中でも圧巻なのはカツサンドの断面である。カツサンドは日弱、乳弱タイプの多いサンドイッチの中でただ一人大しく力強く茶色く厚く堂々の気配を示している。カツサンドの切断面なら僕はまあ1分ぐらいはじっくりと鑑賞していられる自信がある。ハムカツサンドの方は少し落ちて、まあ30秒ほどだろうか。パンと衣と肉の切り口がこんなにも素晴らしいものであったかとつくづく思わずにはいられない。切って2枚分のサンドイッチだと一口で口に放り込んでしまうから切り口の鑑賞ができない。じっくり鑑賞してから口に放り込めばよいではないかというかもしれないが、そういうものではないのだ。一口分を噛み切ってそれを賞味しつつ、手に持ったサンドイッチの切断面を鑑賞するという同時進行性にこそ価値があるわけなのだ。食べ物というものは大体において情報から見てその姿形を鑑賞するものである。懐石料理などの盛り付けも情報から見てどうかということで形を決める。真横から見て側面の構成がいまいちですななどという人はまずいない。サンドイッチだけは例外だ。真上上空から見たサンドイッチはただの白いパンだ。どんなにうず高く何種類もの具が内包されていても上空から見ればただの白いパンだ。
上空というほどそんなに高いところから見なくてもいいわけだが、とにかく上から見ればただの白いパンだ。そこでサンドイッチは側面を上に向ける。本来は側面なのだが、そんなことを言っているわけにはいかないのだ。ミックスサンド1パック600円などという場合は、それぞれの具がそれぞれにその内容物を側面から開示し、提示し、誇示することになる。ツナとかサラダとかハムとか卵とかチーズとかがわずかな切断面を上に向けて露呈されているわけだ。その中にカツサンドが一組あるとないのとの差は実に大きい。カツサンドがあるとしみじみ嬉しく、そうかカツサンドいてくれたか、そうかそうかとうなずき、ひとしきりうなずいた後、またそうかそうかとうなずき、しばらくはそうかのひとときを過ごすことになる。僕の場合はどうしても力んじゃうんですよねという人もいる。ミックスサンドの中に一組のカツサンドを発見すると、どうしてもうむと力んじゃうというのである。うむと力み、しばらくしてまたうむうむと力み、この人はしばらくうむのひとときを過ごすことになる。サンドイッチは大きさが大切だ。一番多いのは切って4枚横一列短冊タイプである。これだと二口で食べることになる。切って2枚タイプよりはマシだが、これでも重量感に乏しい。持って軽すぎ、ふわふわしていて頼りない。僕の好きなのは駅の売店などで売っている三角サンドである。手に持って十分の手応えがあり、つかみ応えがある。この三角サンドの直角ではなく鋭角のところが特に好きだ。三角サンドの直角のところを手に持ち、思い切り大口を開けて鋭角のところをパクリとやる。この時しみじみ幸せを感じる。両側の鋭角をパクリとやった後は、急になんだかつまらなくなり、急に余生なんて言葉が浮かんできたりする。そうして心はすでにもう一個の三角サンドの二つの鋭角に向かっている、とこういうわけなのです。